「日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッキャスト今日は「アウトプット勉強法」について「日本語に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 本語」 日本語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 コンテペイコン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 テペイテペイコンテペイ日本語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 コンテペイ頭がおかしくなりました暑いので頭がおかしくなりました暑いので 頭がおかしくなりましたアイスクリームのように脳が溶けてドロ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 もうダメだ暑いはい皆さんこんにちは日本コンテッペの時間です暑いですね暑い暑い暑い毎日暑いですよまだまだ暑い暑さが続きますねいつまで暑いんでしょうかね やっぱり秋もう9月は暑いですよねうん八月もちろん8月は暑いし9月も暑い日本の10月やっぱ十月そうですね十月ぐらいになるとまあ十月うん、まあうん、<laughs> まあ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 暑い暑いってもしょうがないんでね頑張っていきましょう元気ですか皆さん えー、実はですねこの暑い時というのは日本語の勉強に向いてますね。日本語だけじゃなくて、えー、実はいろいろな勉強に向いてます。もし皆さんの部屋にエアコンディショナーがあればですけどねあの僕がスペインから日本に戻ってきた理由の一つ、まあ、たくさんあるんですけどねたくさんあるけどその中の一つがあの僕がエアコンが大好きというかあのね僕はエアコンが大好きというよりは テクノロジーが大好きなんです、ね、えー、でテクノロジーが大好きというよりは <laughs> テクノロジーが大好きというよりはあのー、自分で生活を、あのー、心地よくできるカンフォータブルにできる便利にできるそのなんかそのその感覚が好きなんです例えばねじゃあ暑いじゃあ暑かったらエアコンつけよピッああ涼しい 寒い、じゃあ寒かったらエアコンつけようピッねこう暖かくなるしエアコンっていうのはその自分の自分というかまあ天気ですよね暑い日寒い日それをねある程度特に自分の部屋の中ではコントロールできますよねでそのケーパビリティですよその力それが好きなんですそテクノロジーで、えー、少し何自分の部屋の中だけはね でででききるでしょでそれが好きなんですでスペインではそれができなかったんですねなんか知んないけどなんかねエアコンを買おうって言うとねうちの奥さんが「いやスペインではいらない」みたいな「えなんでなんで? <laughs> なんで」いらない」いや「いらない」みたいなよくわかんないことを言うんで、まあ、それで何回喧嘩したかなっていう感じですけど、まあ、とにかくそんなことで喧嘩したくないんですよねエアコンつけるのつけないつけないのね もうエアコン買えばいいんですよもう別にねお金があるわけじゃないです、ね。お金は大事です。お金は大事だよ。いやだけどエアコン大事ですよ、ね。あとは扇風機とか。僕の部屋にはエアコンもあるし扇風機もあるしあと除湿機ね。除湿機除湿機って何て言うのディーヒューミタイザーとにヒューミットをあのドライにする。ヒューミットをなくす。 マシンですね、えー、除湿器除湿器もあるし、まあ、たくさんのプロダクトがありますね部屋の中に僕のこの日本語コンテッペースタジオをまああのー、心地よくカンフォタボーにするためカンフォタボーってないんですよね日本語で心地いい」ってあるんですけどちょっとなんかニュアンス違いますからね快適の方がいいか快適うん快適ですねカンフォタボーこの場合は快適って言います えー、部屋をね快適にする人生をね快適にするそのためにいろいろなマシンいろいろなあのテクノロジーこれをね僕はもう全て使いますえ例えば僕のシーツですねシーツもあのクールなんとかとかい、ね、うね涼しいシーツ、ね、これ多分スペインにないですよねで枕のピローカバー枕カバーも涼しいピローカバーなんですよテクノロジー 大したテクノロジーじゃないですけど、ね、<laughs> もちろん多分メイドインチャイナのテクノロジーだと思うんですけどとにかくねあとはあの何テレビとかね、えー、電気とか全てにタイマーがついてますね1時間後に消すとかね1時間後につけるとか、ね目,をさま、目,をさ目が覚めたらあのア,ラームとアラームと同じにねテレビがつくんですピンってねそしてニュースが流れる。 そうすると目が覚めますテクノロジーいいですね最高ですねはい <laughs> まあまあそんなことはどうでもいいえっ、ー、と今日のトピックは、えー、アウトプット勉強法ですねアウトプット勉強法について話したいと思います前回はインプットでしてね、えー、勉強法にはインプットとアウトプットがあるそしてどっちも大事ですという話をしましたでもやっぱりインプットがメインですね なぜかというと毎日アウトプットはできないかもしれない、えー、例えば日本語のねアウトプットというと日本語話すあとは書くでもね書くはねちょっと別にやんなくていいと思いますやらなくてなぜかというとやっぱチェックしないと誰かがねチェックしないとダメですからあのどちらかというと話す方がいいですねだから例えば哀悼期でね 僕のレッスンを取って、まあ、レッスンと言ってますけど皆さんのアウトプットの場所というふうに考えてもらうのが一番だと思いますアウトプット皆さんの日本語のアウトプットの、うん、ためにのあの僕のレッスンを使っっててほしいと思ってますそしてアウトプットを例えばね1週間に1回とか1週間に2回とかまあまあ2回の方が1回よりは本当はいいんですけどね。 まあでもお金の問題とかまあいろいろあると思うんで1週間に1回の人もあのいますねたくさんいます1週間の一週間に2回の人も少しいますで毎日の人がいるんですよねやっぱ毎日だといいですよねまあとにかくえ1週間に1回でも大丈夫です1週間に1回僕と話してで残りの日ですねまあその残りの日というかまあ毎日ですねえ日本語コンテンペを聞くこれでこれだけで え、1年間2年間3年ぐらいですね。続ければ、あの僕は皆さんの日本語はあのー、普通の学校に行くよりも良くなると思う。思ってます。本当に冗談抜きで教科書をあのー、使ってね。特に中級以上の人ですよ。中級以上の人がもう一度ね。日本語学校5。日本語の日本語学校でいいのかな？日本語学校に行ってトラディショナルな勉強方法で。 えー、勉強しても話せるようにならないですペラペラにならない自然にならないピーター・バラカンさんにならないなぜかというとその勉強方法間違ってるんですよ。学校でやる勉強方法は確かにビギナーはいいかもしれないでも中級以上はあのー、話せるようにならないです結局話せるようになるためにはたくさん聞くそしてたくさん話すこれだけです だから教科書で読み書きの練習をしても一生、ね、一生一生というのはその人生のずっとです一生話せるようにならないフォーエバーならないです本当にだって話すためにはたくさん聞いてたくさん話すもうこれだけですなのでペラペラになりたい人はたくさん聞いてたくさん話すでたくさん話すのはやっぱり毎日は難しい人がほとんどですよね だからあの先生にお金を払ってえっ、ーえー、と話す機会を作る話すオポチュニティを作るそれが一番だと思いますあのよくあのエクスチェンジランゲッチエクスチェンジありますねランゲッチエクスチェンジってじゃあ1時間あったら30分例えば英語で30分日本語ですよねえー、これねちょっと微妙ですよはっきり言って、えー、僕もやったことあるんですけどなんか あの何、ー、て言うかなやっぱりなんか僕はね僕はこの人とは英語で話すこの人とは日本語で話すってやっぱり決めた方がいいと思うんですよね。例えばあの鉄、ー、平先生とは日本語で話そうねというふうに決めるでも当たり前ですよね僕は先生ですからだから、えー、日本語だけでね基本的には日本語だけで話す。 それでいいいんだと思いますでも僕と半分英語で半分日本語でって言うとちょっとねちょっとオークワードになると思うんですよちょっとなんか,なんかあの何て言うかなうんまあ僕はそう,いう,そう思いますなんかあの例えばね僕はあの自分の出身九州のね九州九州ってあるんですね九州の大分大分,大分弁僕の地元の友達 小学校からの友達と会ったときはもちろん大分弁で話しますね。そして、えー、東京の友達は東京弁というかまあ、標準語スタンダードな日本語で話しますでこれね変えるの変ですよ例えば僕が地元の友達と東京弁というかまああの標準語で話すのも変だし東京の友達と大分弁で話すのも変です なぜかというとなこの人とはこういう話し方この言葉っていうふうに決まってるんですよねキャラクターもそれで決まるしねパーソナリティもだからあのこの人とは日本語で話すこの人とは英語で話す僕はそこは結構ねきっちり分けたいんですよねこの人とじゃあ30分英語そして30分日本語これね僕は結構好きじゃない僕はあまり好きじゃないこれは<ん>あまり好きなあの方法じゃない なのでラングチエクスチェンジは結構僕は好きじゃない僕はあんまり好きじゃないまあそれがそれでもいいっていう人はたくさんいるんであのいいですけど僕はあんまり好きじゃないなの,なので僕がスペイン語を勉強していた時は愛、えー、k i でスペイン人の先生にお金を払ってやってましたそっちの方が早い1時間スペイン語だけでそれを週に1回とか週に2回まあ僕は週5回でやってましたけど多い時は週7回ね 僕はあのー、結構エクストリームで、えー、まあ毎日やった方がいいと思ってたんで毎日話して毎日たくさん聞いてうんだから上達は早かったと思います、まあ、とにかくたくさん聞いてたくさん話すこれがキーですねもうこれ以外はないですこんな簡単なことこんな誰もが知っていることがもうファイナルアンサー <laughs> どうやったらあの言葉が 話せるよ、ね、言葉を話せるよう、ね、に外国語を話せるようになるかたくさん聞いてたくさん話すこれだけです読み書きはまた別ですね読み書きただね読み書き皆さん読み書きしたいですか日本語を、あのー、読んだり書いたりしたいですかまあそういう人もいるかもしれない、ね、でもやっぱり話したいですよねやっぱり話すのが一番ですよね、えー、日本人と話をする えー、日本のコンテンツが分かるようになるそうですよねなのでほとんどの皆さんにとっては例えばなんかあの日本のねアニメがあの字幕サブタイトルなしで字幕なしで分かった時の嬉しさとかね、えー、アニメだけじゃないですよテラスハウスでもいいし、えー、黒澤明でもいい、ね、黒澤明「七人の侍」ね「セブン侍かな」でもいいし。 あの東京物語小津安二郎安次郎小津東京ストーリー東京物語でもいいし、まあ、文化的なものからポップカルチャーまでもう何でもいいと思いますコンテンツいろいろなコンテンツがありますねそれが分かるようになるその喜びそのプレジャー、ね、それはもう本当に大事だと思いますそして、えー、日本にね今度旅行に来てとか日本人に会ってとか でそういう時に日本語だけで話が結構できた。結構。で、ね、例えばクリスさん、日本語上達したね。上手くなったね。って言われたら嬉しいですよね。絶対言うと思います。日本語コンテッペのリスナーが今度日本人と話した時、ね、どこでもいいですよ。それが別にブラジルでもいいし、えー、アメリカでもいいし、ね、メキシコでもいいし。 フィリピンもいいし日本人と会ってちょっと話した時その人びっくりすると思います。あれねあれあのー、アダムさん日本語発音いいですね。あれカルメンさんの日本語発音いいんですね。どうやって勉強したんですか日本に住んでたんですかって多分そういうふうに言われると思います。ね、皆さんはいやいやいや まああの日本語コンテッペイというポッドキャストを聞いててみたい。もうそれは嬉しいです。僕にとっても嬉しい、えー。前回と今回で、えー、アウトプット、そしてインプットの勉強、あ、違う、インプット、そしてアウトプットの勉強法について話しました。えー、結論としては、コンクルージョンとしては、えー、両方とも大事 <laughs>、はい。両方とも大事。もうそういう当たり前の結論でした、ね。頑張っていって。 勉強してくださいそれではまた皆さんバイ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 。